増島城は、岐阜県飛騨市古川町片原町に、かつて存在した日本の城で、北飛騨唯一の平城。古川国府盆地の中央、工場川沿いに位置する。岐阜県指定史跡。金森長近は1585年に、三木市の治めていた飛騨国を攻略して、両国都市、本城の鉱山城及び、市場の萩原諏訪城、増島城を築いた。 増島城の建設は1586年であり、完成すると、長金の養子、金森荷重が古川城から移って、城主となった。長金が1608年に没して、後継者の荷重が鉱山城に入ると、その長子、金森茂近が、増島城主となった。荷重の死後は、その三男である、金森茂よりが後を継ぎ、茂近は出家して、京都に去った。 その後は、家臣が入ったと思われるが、1619年の一国一条例に、伴い廃城となって、古川旅館と改称し、萩原諏訪城後の萩原旅館や下原旅館と、同様に、金森市の陣屋となった。1692年に、金森氏は、出羽国上の山藩へ移法され、1695年に、鉱山城と共に破却された。城が破却された後は、 書院は、本密寺、縄文は、臨床寺、円光寺、本密寺などに与えられたとされる。火災にあった本密寺以外の臨床寺、円光寺には、山門として現存する。現在本丸跡には、日田市立古川小学校と増島天馬神社があり、神社の境内には、本丸櫓台の石類と、小学校建設当時にそのほとんどが埋め立てられた、堀の一部が残り、 それらが、マスジマ城跡として1959年11月16日に、県の史跡に指定されている。ありがとうございます。